今シーズン限りで、現役を引退することを決めました。13年間本当にありがとうございました。それでは野村投手に伺います。改めてカープでの13年間本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。たくさんの勝利感動をありがとうございました。今日は現役最後の日ということになりました。引退を決断されて迎えた今日、今どんなお気持ちでしょうか。そうですね、本当にいよいよだなというふうに、思っています。引退を決めてから、今日までがすごく、あっという間に感じて、すごく寂しい思いと、感謝の思いを、思いながら日々過ごしました。具体的には引退を決められたのはいつ頃で、その決断の要因というとどういったところなんでしょうか。決断したのは、引退発表の、3日前に、球団の方に挨拶に行かせていただきました。あれですね、ここ数年、なかなか自分の思い通りに、いかず、苦しい思いを、たくさんしてきて、後輩たちと一緒に、頑張りながらやってきたんですが、そろそろかなというふうに、思い決断しました。ユニフォームを脱ぐことに対して迷いというのはありませんでしたか。そうですね、何度も、迷いはありましたけど、最後は、決断ができて、すっきりしています。この決断に至るまでにどなたかにも相談というのはされましたか。はい、家族、あとは高校の恩師、大学の恩師に、相談させていただきました。今の新井監督にはお話というのはされますか。まだ、させていただいてないです。はい。そしてチームメイトからはどういった声がありましたか。本当にありがとうございました、お疲れ様でしたというふうに言ってもらったり、まだまだやれるでしょというふうに、言ってくれる後輩もいました。はい。そして改めてカープでの13年間を振り返っていただきたいんですが、どういった時間になりましたか。本当に夢のような、時間でした。皆さんに本当に、応援していただいて、ここまで野球を続けることができて本当に幸せでした。入団1年目から新人王を獲得されて、その後個人タイトルも取られました。そして球団史上初の3連覇にも貢献されましたが、これまでの試合で一番こう印象に残っている試合があれば振り返っていただけますか。やっぱり、1年目の、最初のデビュー戦です。本当に夢だったプロ野球選手になれて、プロとしての第一歩を踏めたっていうのが本当にすごく嬉しかった、思いが、今でも鮮明に覚えてます。はい。そしてその日から続く選抜という登板は、今晩も含めれば211試合という日本記録になります。はい。この先発としての数字というのはいかがでしょうか。はい、先発として、使い続けてくださった監督に本当に感謝しています。はい。その、任せていただけたことで、ここまで数字を伸ばすことができたので本当に感謝しています。ただ週に一度の登板、いろんな苦労もあったと思いますが、先発投手として大切にしてきたこと、大変だったことを振り返っていただけますか。やっぱ準備をすることが、とても大事だと、13年間やらせていただいて、一番思ったことです。そこを怠らずにやっていけば、
長く野球が続けられるっていうふうにこうそういう信念を持って、やることができました。そして気がつけばチームの投手陣最年長ということにもなりましたが、これからのチームを支えていく後輩に伝えてきたこと、また期待することがあればお願いします。そうですね、そうですね、後輩の選手からも、教わることが多くあったので本当に感謝しています。本当に選手には、1年でも長く野球をプロ野球の世界で、続けていってもらいたいなと思います。そして今日の試合というのが野村投手のラストゲームになりますが、どういったピッチングを満員のファンの前で見せたいですか？はい、13年間やってきたものをすべて、あのマウンドで、出せるよう、頑張りたいと思います。そして今後について何か言えることがあれば聞かせていただきます。そうですね、本当にこのプロ野球界で、お世話になったので、何かしらの形で、この野球界に恩返しができればなと思っております。ではこれまで29年間の野球人生、そしてたくさんのプロ野球ファンが応援してくださったと思います。そういったファンの皆さんへメッセージをお願いします。はい、本当に、13年間、応援していただきありがとうございました。本当にカープに入れて心から本当に良かったと思っております。ファンの皆さんからは、高校の時から応援しているよっていうふうにたくさん、応援していただいて本当に感謝します。13年間ありがとうございました。ありがとうございました。代表からは以上になりますが、いかがでしょうか？ホームテレビの坂井です。13年間お疲れ様でした。この13年間のプロ野球生活を、続けていく中で支えとなった言葉であったりとか、支えとなった存在、そういったものはありましたか？そうですね、本当に、たくさんの方に、支えていただいて、自分が困った時は、高校の恩師中井先生に何度も声をかけていただいて、まあ、いつでもこう帰ってこいっていうふうに言われて本当に心強かったですし、本当に、感謝しています。では以上とさせていただきます。本当にお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。泣けよ。